低排出ガス車認定制度とは自動車の排出ガスからの有害物質の排出が最新規制値よりどのくらい削減されているか示すための制度である。環境ラベリング制度の一つ。自動車が国土交通省による低排出ガス車認定制度の認定を受けると認定されたことを示すステッカーがリアウィンドウに貼られる。この認定を受けた自動車は 排出ガスのレベルに応じて自動車税や自動車取得税を払う際に特例措置の対象となる。平成21年度税制改正において自動車重量税、自動車取得税の特例措置が取られ、環境対応者への買い替え、購入に対する補助金制度が6月19日から実施されている。購入補助金については2008年からの 世界同時不況に対する経済対策を含んでおり、経済危機対策が公表された2009年4月10日に、遡り、2010年3月31日までに、新車登録等をした車が対象になる。補助金については2009年度補正予算に3702億円が計上された。減税措置については、生活防衛のための緊急対策として、 一定の環境性能を備えた自動車に対する、自動車重量税、自動車取得税の減免措置が取られている。2011年版暮らしの豆知識、独立行政法人国民生活センター、2010年、248ページ、世界同時不況化の経済対策と、課題国立国会図書館調査及び立法交差局 PD 13、PDFP13。 環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税、自動車取得税の特例措置国土交通省アーカイブされたコピー2009年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年8月21日閲覧ありがとうございます。